ちょっと昨日民主党の代表選が始まりましたけれども、まあ、結局3人でしたが、どなた、まあ、名前はあるかもしれませんが、どういうところでしたでしょうか。もうでも民主党は争点化してないので、もう僕はコメントする必要ないんですけども、野党再編についてどう考えているのかをね、はっきり打ち出した上で代表選やってもらいたかったなと思いますけどね。結局いや本当にもう野党再編ね、3名の方もう誰もがもう野党再編考えてないって言うんだったらもうそれでいいんですよ。もし野党再編を考えていて、あるいは争点隠しをして代表選やったんだったら、これ自民党は今回安倍さんに対して批判してたことどうなんですかってことになってしまうわけですよ。多分ね、国民がそういうところをね、もう直感的にみんな感じるんですよ。だから本当にもう野党再編もうやりませんと言うんであれば明言してもらいたいですね、3名。そしたら維新の党だけね、それを前提にいろいろ考えることができるわけじゃないですか。だから3名、まあ、今はっきり言ってるのは岡田さん、長妻さんはもう野党再編しないって言ってましたね。3人とも再編ということに関しては、まあ、否定的で、まあ、連携なり、まあ、協力とかそういうことについては言及していたのかと思います。だからそこは発揮してもらいたいんですけどね、そんな隠さずにやっぱり言うのが選挙だろうということを、おそらくは今回の年末の衆議院、昨年の、ね、衆議院選挙の時にもいろんな争点隠しだということを民主党は言ってたはずなんでね、代表になりたいからこれを言うと票がもらえなくなるから、このことは争点としてちょっと隠しておこうなっていう気持ちがちょっとでも入ってしまって、そういうのはバーッとこう国民に伝わってしまって、また民主党のその党員とかね、党員サポーターって、まあ、言っちゃ悪いけど20万とか30万とかそんなレベルでしょ。でその人向けに対していろんなメッセージをこう発してもね、何千万人の国民がそういうのを見透かしてしまうと思うんですけどね。だから今回の代表選で重要なのは、まあ、これちょっと僕が毎日新聞の社説との考え方とは違いますけどね、政策の話なんだろう、そんなね、自民党とそんな大きな対立なんて、それもエネルギーの問題とか、まあ、若干その憲法の捉え方とか、そういうところではこう違いが出てきますけれどもね、そんなに政策面で対立をこう煽っていくような、そんな話じゃないと思いますよ。そんな成長も重要だし、格差是正も必要なんだから、それは両方やっていけばいいわけで、それよりむしろね、僕はこれはもう毎日の社説と決定的に違いますけど、一番重要なことは、まあ、巨大与党があるわけですから、それに野党としてどういうようなポジションでねやっていくのかっていうところが一番重要だと思いますよ。だって自民党だってね、いわゆる僕は保守リベラルって区別するのは嫌ですけど、まあ、いわゆる保守という人といわゆるリベラルという人、もう自民党の中に本当に左右幅広くいてですね、政策だってものすごい幅が広い。でたまたま安倍政権だから今のこういうスタンスとなってますけど、自民党自体はものすごい幅が広いんでね、これに対してね、また政策面でなんかああだこうだ言ったってあんまりね、そんな大した問題じゃなくて、やっぱり今重要なのは日本の統治機構の中で巨大与党に対して野党が弱いということですから、野党をどう作り上げていくのかっていうのが国民にとって一番の関心事で、個別の具体的な政策とかそういうことじゃないと僕は思ってます。だからそういうところをちょっと民主党の内容性もね、うまく捉えきれていないから、あまり国民の皆さん関心持ってないんじゃないでしょうかね。それは民主党単独でいくっていうのがね、それはきちっと野党をまとめ上げていくっていうのが、ここが一番ね、国民の皆さん関心持ってるところだと思いますけどね。確かに岡田さんがはっきり韓国を否定する橋本さんにはやりにくいと言われたという話をされてましたけども、そこの考え方は当然私は変わらないと思います。だからね、韓国を否定するということじゃなくて、その選挙で頼り切っちゃダメですよって言ってるわけで、選挙で頼り切ってね、その公務員改革になって、それから連合に頼り切って正規雇用だけを守るようなね、そういう組合の主張で、そういうことにね寄ってしまうような、そんな政党ではダメですよって言ってるわけですから、別にこれ潰せと言ってるわけじゃないんだよ。僕は適正なその労使関係においては組合というのは重要だと思ってますからね、そこの正規雇用を守る主張とか公務員のその権利を守るような主張、それだけをね代弁するような、その政党はダメですよって言ってるだけですよ。
だから応援してくれるんだったらいいけれど、でも公務員改革はやりますよと、給与の適正化、民間給与比較の給与水準の適正化というのをやりますよと言った上で、それは観光論を応援してくれるというのだったらいいですけど、じゃあ僕みたいに今の職員基本じゃないとこういうことを法律化しますよと言って、観光論を応援してくれるかというのはそれはないでしょうかね。だからそういうことなんですね。別に組合潰せとか組合を排除しろと言ってるわけじゃなくて、公務員改革とかそれから雇用のいろんなさまざまな今の既得権の問題、非正規雇用を守らなきゃいけないんですよ。非正規雇用を守るということになれば、正規雇用の方にもちょっとは我慢してもらわなきゃいけない、そういうことをちゃんと言える政党になりますかということですけどね。民主党の代表選でそこははっきり言ってくれれば、それ一緒にできるなと思いますよ。公務員改革やると、それから非正規を守るためにね、ちょっと正規雇用については我慢してもらうということを言ってくれれば、あ、これ一緒にやれるかもわからないなと思いますけど、それは連合の方とか観光論の気に、観光論のことを気にして何も言わないじゃないですか、今代表の人たちは。これはもう自民党と一緒ですよ。もう正規雇用を守る労働組合、公務員の権利だけを守る公務員の労働組合、もうそこに配慮してしまってる、そういう代表の姿が見えてしまってるんで、ちょっと公務員としては冷めてしまうところがあるんじゃないでしょうかね。だからそういうところをきちっと言ってくれれば、別に僕は連合とか観光論をそれを全否定してるわけじゃないので、あ、そういう政策でやっていくんだったらそれ一致できますねって話になりますけどね。よろしいですか。